はピアノの音を出す時の指の使い方についてお話しさせていただきたいと思います。先ほどまでの動画でピアノの前に座る時の姿勢のお話をしました。この左右位置、上下位置、そして前後位置を合わせてピアノを弾く時にはこういうような姿勢になりますよという話をさせてもらいました。この姿勢からピアノの鍵盤を押すと、指で押すとピアノは音が出ます。この押す時の押し方なんですね。押し方ってそのまま押しゃいいじゃんって当然のことなんですけども、初めてピアノを弾く方、特に小さいお子さんなんかが多いんですが、こういうふうに音を出します。ちょっと全部の音でやってしまいましたが、ドミソでいくとこうだったってやつとか、こんな風に音を出す方が結構いらっしゃいます。当然ですよね。ピアノの鍵盤は下に下ろせば音が出るんだから何もおかしくないと思います。ただこの弾き方をずっと続けていくと、一個一個ぐらいだったらまあいいんですけども、これが連続したいろんな音の、メロディー、音楽になって手の動きが複雑になっていったり、演奏時間が長くなっていったりしたときに、この下に向かって鍵盤を押して手首が下がるという演奏の仕方は手首にとても負担がかかります。そして長い間それを続けてしまうと、下手すると腱鞘炎になってしまったりとか、結構ピアノを弾くことが苦痛になっていってしまう恐れがあるので、できるだけ体に負担がない方法でピアノを音を出すということをこちらで説明させていただきたいと思います。どういうふうにやるかって言いますと、これは小さいお子さんに説明するときのやり方をそのままここでやってみたいと思うんですけども、まずピアノの鍵盤の上に手を置いてっていう話をします。手を置くときは指のこの先端で触る、こういう触り方はあまりしません。まあ一時ジャズピアニスト あのセロニアス・モンクとかなんかの動画を見ると、こういうふうにパタパタやって演奏したりしてて、彼は彼ですごいキャラクターが強いので、やっぱりエンターテインメントって出てくる音だから、はっきり言って弾き方なんてどうだっていいっちゃどうだっていいんですけども、その負担がなくよ弾くようにっていう意味で、こうやって弾く。まあそもそも人の手は脱力すると多少はこう丸くなるはずなので、その状態でまずピアノの鍵盤を触る。そしてその次にピアノの鍵盤の上を手でジャンプするって言います。どんな風にするかというと、こんな感じです。水をかくような仕草ですとか、あと、まあ、こっちおいでみたいな手招きする仕草ですとか、あとは犬とか馬とかがこう前にジャンプするときに前足をこう蹴るっていうのは、まあ、きっとこんな風にやってるんじゃないかなって言って、そういう説明をするんですけども、ジャンプするっていうことをやっています。このジャンプするっていうのが手でできたら、今度は指一つずつでやっていきます。ドお父さん指、お母さん指、お兄さん指、お姉さん指、そして赤ちゃん指。先ほど前足を蹴るっていう話をしましたけども、蹴るっていうとこういう風に蹴るっていう風にされる方もいらっしゃるんですけども、あくまで前に向かってこの水をかくような仕草、ここ掘れワンワンじゃないですけども、こういう形で前に向かってジャンプするということをやってもらいます。そして一本一本の指で、ここまでできたら次はジャンプはするけど飛ばないでっていう風に言ってます。どういうことかと言いますと、ジャンプはするけど指は離さないでそのままということをやってもらっています。こうすることで最初手首がこう
下がっていたお子さんでも手首が上がるようになります。手首が上がってここは触っているけども指の先端は触っているけれども手肘が浮いた状態でいるととてもリラックスがしやすくなります。肘を回したり肩を回したりでもここは触ったままということができれば理想的だと思います。これが下に下がってしまうとこの状態から肘や肩を回すのは容易ではないです。なぜなら下に向かって力が働いているから。だけれども上に上げてしまえば手首、肘、肩は比較的リラックスがしやすいです。もちろんこれは音を出す時の初歩の手の動きなので連続した演奏いろんな演奏をするときには複合的な手の動きっていうのが混ざってくるので全部が全部っていうふうにするわけではないのですが本当の最初の一歩一つ音を出したら脱力するっていう初歩的な手の動かし方ということでほとんどの生徒さんにこのようにお話しさせていただいています。そしてこの音の使い方手の使い方っていうのはこういうふうにやってねっていうふうにお話ししてその日からそれが習慣的にできるようになるかって言ったらなかなかそうでもないです。とても長い時間をかけてようやく体を慣らしていくというような動作になりますのでこればっかりに集中していると音楽が楽しめなくなってしまうかもしれないですから意識するようにはするけれどもこれだけじゃないっていうやっぱりピアノ音楽を演奏するっていうことを楽しむことも忘れないでいただきたいなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。ピアノを弾くときの姿勢ですとか手の使い方ってこう研究していけばいくほど結構奥が深い世界ですでまあこれだけを探求していたら音楽にならないのでやっぱりいろんな曲を弾いたりしながら経験しながら自分のにとって一番弾きやすいいい音が出る楽しい弾き方っていうのを見つけてもらえたらというふうに思います。南国ピアノスタジオの e ラーニングの中にはこういった初心者の方向けの指使いで弾ける曲の楽譜が無料で配布されています。最初に先ほどお話しましたドレミファソ5つの音域だけで弾くピアノの初歩的な弾き方などの解説などもこれから付け加えていくつもりでおりますのでぜひユーザー登録をされてみてください。ユーザー登録の方法については説明欄の方に記載させていただきたいと思います。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。